はい、よろしいでしょうか。では用意スタート。はい、ではアクセサについての考察ということで始めさせていただきます。カルカネーダと申します。ちょっと自己紹介から今まで、佐藤健太と申します。ID はカルカネーダでやっております。でパーズ大好きで、パーズは、6年ぐらい触っていますが、モダンパーズに触り始めたのは最近で2年ぐらい前からです。で今社会人1年生で今20歳です。おお。ちょっと待ってください。はい。で、株式会社もマイパックに所属しています。で、そちらのアプリとか、社内のツール的なものとか作ったりしてます。で、まあ、趣味でコード書いたりとか、まあ、他いろいろやってます。一応、シーパーアンサーで、シーパーにいくつかモジュールを上げたり、GitHub でもいくつか開発しているので、まあ、よかったらご覧になってください。ではね、仲良くしてください。よろしくお願いします。で、アクセサーって皆さん使ってると思うんですけど、使ってる方ってどれくらいいらっしゃいます？使ってる方、手を挙げていただいてよろしいですか？アクセサー使って、むしろ使ってない方、手を挙げてもらっていいですか？あ、意外といるかもしれない。で、パールにおけるアクセサーは何かっていうので、まあ、こんな感じで、まあ、オブジェクトの変数に代入する代わりにそのメソッドを呼んでそこに与えるとそれが、オブジェクトの変数に入る感じのものですね。アクセスを使ってると嬉しいことタイプをしたらすぐ分かることだったり、あとリードオンリーとか設定できるものがあったりとかして、あとムースとかは型制約を持たせられて、まあ、結構便利あったりするんですけど、まあ、これぐらい種類があって、あと最近ムーンなんか MO という MO.PM とかいうのも出てきましたね。でそういうモジュールがたくさんあって結構便利ですよね。で確かにアクセサーってすごい便利なんですけど、なんかもう何か物足りない、で何が足りないのかなということで考察してみました。でアクセサーを使ってみて思うこと、メソッドエディターとしてのコストってどうなのっていうことでベンチを取ってみました。なのでアクセスしたときに比べて、例えばクラスアクセサーライトは、約半分ぐらいのスピードダウンになってしまうとか、その他、まあ、他にもいろいろ速いモジュールとかありますけど、それでもやっぱりスピードが遅いと。なのでアクセスするのが一番速いとか。で、あと、アクセスを使っていても、もし他の開発者がアクセスを使わなかったら、結局リードオンリーとか設定してると意味ないですよねっていう感じで、まあ、ただし、まあ、それが起こる多くの計算性能の問題であったり、もしくはドキュメンテーション不足であったり、コーディングの英語不足であるので、まあ、そこのメリットは、まあ、あると嬉しいんですけど、やっぱりメソッドユーザーのコストはなんかもったいない気がします。するし、アクセサーユーザー使ってくれないと意味がないので、ちょっとクラスバーチャルアクセサーというモジュールを書いてみました。でこのモジュールは、まあ、アクセサーを定義したような感じにして、で、クラスの変数に直接アクセスしたときに、それらの制約、リードオンリー制約とかをかけられる。でなおかつ、宣言してないクラス変数は使おうとしたら、まあ、それはタイプミスと見なして、まあ、それぞれ、吉永に死んでくれるというモジュールです。あ、もちろん、継承したときでも簡単に使えるように、こんな感じで継承したときにも、そのオブジェクトに対していろいろやってくれるようになっています。あと、本番環境だと、ちょっと、これはまあ、いらないかなっていうときもあると思うんですよっていうか、その理由は後で話しますけど、まあ、本番環境では、無効にするとか、そういうこともできるようにしております。で、この中でやっているのは、許可すべきでない操作に対して、バリエーブルマジックでクックして、例えばリードオンリー制約のある変数に対して書き込むような操作を行ったときは、ブロックして死ぬとか、まあ、リセーブやっています。で、あと、リセーブが出るのときは、クックする処理をするしたりして、まあ、普通にアクセスするのと同じぐらいの速度が出るように。しています。まあ、やってることこれだけです。
メンキットアウェイから出しています。ドキュメントテストを整えたら出版にあげたいと思います。まあそんな感じ。